はい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 。フェニックスのメンバー発表されたけど、あれってマジで戦力外になる選手が結構分かってくる一つの指標というか、うん、まあそんな感じなんですよね。てな感じ始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていてください。よろしくお願いします。はい、このチャンネルはですね、元読売巨人軍の選手であった僕、小山翔平がですね、ジャイアンツの情報を中心に発信しているチャンネルになります。またの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録ポチッとよろしくお願いします。はい、今年中にですね、チャンネル登録者数5万人を目指しておりまして、500人違う5万人を目指しておりますんでね、まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ今日はね、今日はちょっとセンシティブ、うん、ちょっとこう触れにくい話題ではあるんですけど、残りまあ結論から言うとあと4人ぐらいかな、僕3、4人、うん、3、4、5、まあマックス5ぐらいかな、あの巨人のね試合か選手がおそらくまあ戦力外おわ、自由契約、うん、育成落ちになる可能性がまあ高いんじゃないかなっていうところがあるので。まあ冒頭でも言いましたように、フェニックスのメンバーに選ばれてるとか、あ、選ばれてないっていうのはね、結構、その、まあ僕がいた時からですね、まあ結構その首になるかならないかみたいな指標の、まあ一つだったりするので、まあ、今シーズンの成績なんかも振り返りながらね、うん、あと3人、4人ぐらいね、首になるんちゃうかなっていうふうに僕思ってるんですけど、まあその候補選手、まあ、あくまで僕の主観的な意見ですけども、をちょっと見ていきたいと思います。はい。まあ、まず、長々ね、言うのもあれなんで、まあ、ちょっと僕が候補として挙げてる選手たちをね、まずバーっと言っていきたいと思います。まあ、この中から3人か、まあ、4人か、うん、もしかしたら5人ぐらい切られるかなっていう感じはしてます。はい。読み上げていきますと、まあ、馬場投手、近藤投手、直江投手、菊池投手、山田投手、岡田選手ね、センターの岡田選手、増田陸選手、梶谷選手、立岡選手、まあ、このあたり、うん、から、まあ、3人、4人、うん、マックスで5人ぐらい、切られるんちゃうかなというふうに僕思ってます。じゃあ、まあ、その理由とか、まあ、その選手の成績なんかも振り返っていきたいと思います。はい、まずなんですけど、まあ、現状振り返っていくと、まず、7名ね、クビになったんですよ。メンデス、ウレーニャ、鈴木、高橋、菊田、白木、石田、この7名の試合下の選手が、まあ、戦力外か、まあ、育成落ちというふうになったんですね。だから試合下の枠が7名空いたというところですね。で、もともと69名、枠あって、ジャイアンツはね。で、そこから7人引かれたんで、62名となっています。ただ、菅野さんがこの間、まあ、メジャー行きたいと、メジャーに挑戦するというふうなことを言ったんで、まあ、今62人なんですけど、まあ、菅野さんを引いたとして61名なんですね。うん、今。まあ、今というか、61名なんですよ。で、まあ、ドラフトの選手もありますと。ドラフトで、まあ、いつも5、6人入ってきますと。で、まあ、新外国人選手のね、枠もあったりとか、いろいろしますから、まあ、先ほどから言ってますように、まあ、3人、4人、4人ぐらいかな、4人か、もしかしたら5人ぐらい、切られるんじゃないかなっていうふうなところはね、予想としてありますと。で、その中で、まあ、先ほど言った名前、言ってきましたけども、まあ、その選手たちの成績なんかも振り返りながら、ちょっと見ていきたいと思います。まず、馬場投手ね。はい、まあ、現役ドラフトで来てくれた、阪神から来てくれた投手ですけども、まあ、今年ね、一軍での登板がね、1試合しかなかったんですね。うん、で、まあ、やっぱり、こう、中継ぎ陣が結構良かったんで、ジャイアンツの場合は。うん、非常にこう、なかなかそこの枠に入っていくことができなかったというところですね。ただ、2軍でですね、46試合かな、2軍の選手の中で一番登板してるんですよ。で、防御率も 2.62 というふうになってるんで、多分、まあ僕、一応候補には挙げましたけども、おそらく戦力外はないんちゃうかなって思ってます。うん。まあ来季の、まあ、まあ戦力にも入ってるんじゃないかなっていうふうに思いますけども、まあ一応ね、挙げさせてもらいました。で、二人目ですけど、まあ近藤投手ね、
まあちょっとこの選手もね金銭トレードでねオリックスから来てくれた選手ですけども、やはり一軍登板がなかったんですね。やっぱり先ほどと一緒でなかなか割り込めなかったというか、好調だったんで中継ぎがなかなか入れなかったっていうところですね。で2軍で43登板、防御率が 3.63、 3勝2敗、ウィップが 1.29 というふうになってます。で、まあ奪三振能力高いんで K パーセントのも非常に良かったんですけど、やはりちょっとまあ年齢のネックなところはちょっと正直あって、まあ来季34歳かなんかなんですよっていうところで、まあまあ年齢が年齢がとか言いたくないんだけども、うん、ちょっとそういった意味で言うと、まあ馬場選手よりもまあ戦力外か、まあその自由契約、まあ育成、まあ育成ではないと思うけど、うん、まあそれを切られる可能性っていうのは結構高いんちゃうかなって思います。で、直江投手で次ね、この投手も直江投手も1軍で登板なかったんですね。で2軍でも17試合、防御率が 3.20 ってなってます。で、8月ぐらいかな、8月ぐらいから、3軍行ってたんですよ。3軍行って中継ぎでやってるんですけど、3軍でもあんま成績が良くなかったっていうところがあったんで、そういったところで、まあ、1軍登板なしっていうところと、おそらく高卒6年目になると思うんです直江の場合はっていうところで、ちょっと、まあ、もう一回育成に落ちる可能性もあるんだけど、一回彼はなってるんで育成にね、だからどうだろうって、まあ、落ちても、まあ、再復帰みたいなのはあると思うんですけど、まあ、どんどん周りが 若い子になってくるんで、そういったところも含めて直江もちょっと厳しいなっていう感じはね、正直しています。まあ、僕もバッテリーも何回も組んでるんで、僕多分一番組んでるんちゃうかなぐらいね、うん、組んでたんで直江とはね、うん、だから非常に、ちょっと寂しいというかちょっと心配ですけど、まあ、そういったところは正直ね、あるんじゃないかなと思います。で、次菊池投手ね、この投手も1軍で登板なかったんですね。で2軍で防御率が36試合で、1.00、6勝2敗、ウィップが 1.08 となってます。めちゃくちゃピッチング良かったんで2軍でね、なんで菊池上げないんだみたいなところは結構僕もそうですし巨人ファンの中でも結構あったと思うんですけど、やっぱり、唯一の弱点というか菊池選手フィーティングというかイップス持ってるんですね。まあイップスって僕が言うのはあれなんだけども、まあイップスだと思うんですけど、まあ、フィーディングというところでちょっとこうちょっとというか、まあ、だいぶ難があるんで、そういったところで上がらなかったのかなというところはあるんですよね。ただ、まあ、成績をしっかり出してるんで、まあ、そこは戦力外にはならないのかなって思います。はい、で次山田投手ね、この投手も1軍で登板なかったんですね。大体僕が紹介してるのは大体1軍登板ないピッチャーが多いんですけど、で2軍で29試合で防御率が 1.65 で2勝2敗、ウィップが 0.91 というふうになってるんで、2軍では結構いい成績だった、結構というかまあだいぶ良かったんですね。ただ1年目2年目社会人卒ですよね。社会人卒でドラフト2位で、で1年目2年目良くなくて、で3年目今なんですけど、太田龍っていたんですよ。僕も一緒にやってるんですけど、太田龍っていて、太田龍も JR から入ってきて、 JR 東日本から入ってきて、で1年目2年目ダメで、3年目もあんま良くなくて、で4年目に育成契約になったんで、まあ、それと結構似たような感じに、まあ、同じチームもあるチームですし、なんかそのドラフトの順位とかそのなり方もちょっとこう似てるんで、まあ、今シーズンちょっとこう、まあ、成績良かったですから、まあどうかな、来季育成かどうかわからないですけど、でもまあその育成の可能性もなくはないかなっていう風なところですよね。で次野手行きたいんですけど、野手で言ったら岡田選手ね、1軍で4試合、打率が1割4分3厘で、2軍で105試合、2割2分6ホームラン、 OPS676 となってます。まあ、これ見ると、まあ、岡田選手ってどっちかっていうと、まあ、打撃が売りというかね、思い切りの良さとか長打力が売りのバッターだと思うんですけど、2軍での成績見てもこれはちょっとね、打撃型の選手としてはちょっとどうだろうっていうところはあります。まあただ、肩が強かったりとか守備もね上手かったりするんで、そういったその走攻守ですよね、優れてる選手ではあるので、非常に、僕は面白いのかなというふうにずっと思ってるんですけど、まあ、フェニックスリーグのメンバーに入ってないんですね。唯一1軍じゃなくて、支配下の外野手として入ってないんですね。まあ、ただ、まあ、1軍のメンバーが行ってたりするんで、その兼ね合いで、まあ、その帰京、1軍のメンバーが帰京した時に、岡田選手がね、フェニックス行ったりするっていうのはあるとは思うんですけども、
その首脳陣たちがその岡田選手に対してどういうふうな、ね、ことを思ってるかというかね、どういうふうな印象を抱いてるかっていうところがちょっとね気がかりというか、僕はこの選手ね非常に面白いなとは思ってるんです。うん、だけどもそのフェニックスに行ってなかったとかっていうね事実も含めて、で今シーズンその2軍での打率とかも含めて、うん、ちょっとどうなのかなって、まあ、クビにはならないとは思ってるんですけど、僕はね、いい選手だと思ってるんで、うん、ちょっとね、気がかりかなというふうに思います。で、それ以外でも、陸とかね、増田陸、うん。増田陸も6年目でしょ。で、高卒で、今年の2軍の成績なんか見てても、まあ、あんま振るってないんでね、で、1軍でもね、ほとんど出てないんで、まあ、フェニックスには行ってるんですけど、まあ、もう一回、育成か、でも育成、まあ、クビになる可能性も全然あるかなと思います。で、ベテランの梶谷選手とか、立岡選手も、まあ、フェニックス行ってるんですけど、でも実際この二人は、二人とも残すっていうのは正直ないのかなと思ってて、まあ、この間の動画でも言いましたけども、まあ、フェニックスじゃない、CS であったりとか日本シリーズで、彼らがね、まあ、その、どういう基本法をされるかわかんないですけども、活躍とかしたら、来季ね、首の皮一枚繋がるみたいなところあると思うんですけど、まあ、今シーズンのね、まあ、梶谷選手なんかもう怪我ずっとしてますし、立岡さんもね、こう、いい育成から試合が上がったけども、まあ、ちょっとこう、いい感じで言ってたんだけど、最後2軍でフィニッシュっていうところがあったんで、ちょっと年も含めてね、年齢も含めて、この2人に、どっちも残すっていうのは、まあ、考えづらいかな、というふうに思います。てな感じで今日ちょっと見ていきましたけども、まあ忖度なくというかね、まあ正直な感じで見ていきましたけども、まあ僕が挙げたね、馬場、近藤、直江、菊池、山田、岡田、増田陸、梶谷、立岡、まあこのあたりから、まあ3、4人、うん、マックス5人ぐらい、戦力外になる可能性は非常に高いというところですね。まあ、まあ大体そうですけど、うん、1軍の出場機会があまりにも少ないっていう場合は、まあそもそもですけど、まあ皆さんも分かってると思うけど、1軍の構想にないというかね、戦力にないというところの、まあ意思表示というか、そういったところがあると思うんで、まあすごく若い選手とか、すごくベテランで、なんかこう、なんて言うんだろう、チームの危機の時に救ってほしいとか、そういうところだったらちょっとまた別ですけど、まあ大体まあ中堅ぐらいの年齢で、まあ一軍の主張があまりにも少ないっていう選手は、まあそういった形に戦力外になるか、なる可能性が非常に高いというところで、まあ僕なりにピックアップをしてね、見ていきました。まあやはり、まあ年齢言いたくないんだけども、やはりね、同じ実力というか同じぐらいの選手だったら若い選手を使った方がね、まあ長期的にね、チームに貢献してくれる可能性も高いっていうのが正直あるので、そういったところで、まあ難しい決断というかね、まあその球団もね、聞いたくて聞いてるわけではないとは思ってるんですけども、やはりね、まあそういう入ってくる人もいるんで、まあ出ていく人もいるというところの世界で、まあ非常に、まあ厳しい世界ではありますけども、うん、残れる人はずっと残れるという世界でもあるので、まあある意味、安倍さんがおっしゃってましたけども、プロ野球は甘い世界だというふうにね、まあ、安倍さんは言ってたことありましたけども、まあ、逆にそういう力がある人からしたら、すごくいい世界ではあると思いましたけども、僕であったりとかね、こういう戦力外になっていく選手からしたら、まあ、すごく厳しい世界というふうなところ、まあ、両面、側面あるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、てな感じでね、今日はちょっと、センシティブというか、触れにくい話題をね、取り扱わせていただきました。いろんな意見あると思うんでね、ぜひコメント欄で、いろいろ教えていただけると嬉しいと思ってます。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあ、バイバイ。